ぴょんぴょんぴょん、おはようございます。釣り子 TV です。久しぶりにですね、ロッドを買いました。ベイトロッドね。で、大きめのルアーを投げるのになんかいい竿ないかなって最近探してたんですけども、こんなのを買ってみました。パパーン。はーい、この袋ね、バンタム、シマノのですね、バンタムシリーズの、強そうな竿っていうことで、1711H の、SB っていう番手ですね。こういった袋に入っていて、これね、ちょっとね、シースルーな感じなんですけども、まあ、これによってなんか水はけも良さそうでね、ここら辺もね、なんか穴がポチポチ開いてるんですけども、まずね、この竿袋が、ああいいなっていうところと、まあ、漢字の中身ですよね。長めでちょっと強めの竿で、そこまでガチムチじゃないやつ、そんなのを探していて、まあ、1711H っていうことでちょっと長めの番手でいいんじゃないかなと思ってね、一つ買ってみたんですけども、早速開けていきたいと思います。はい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 、お、こういう感じでね、グリップがジョイント式になってますね。よいしょ。じゃあね、早速継いでいきたいと思います。うわ、バット太、結構ね、太めのバットで、で、グリップ部がね、こんな感じの長さなんで、まあ、こうちょっと脇に自分なんかだと保持して使いやすいかなっていうところで、これね、早速見ていきたいんですけど、バンタム 1711H の SB っていうことで、ちょうどね、まあ、7フィートと11インチっていうところと、重さがまあ 14g から 100g ぐらいまで、いいよっていうことで、これね、もう本当、実はね、中古で買ったんですけども、しばらく釣り具屋さんに並んでいて、もう本当ね、ショーウィンドウに並ぶトランペットを見つめる少年のようにね、そこの釣り具屋さんに行って、ああ、いいな、ってこうね、舐めるようにね、見て、まあ状態もいいし、そんでもってちょっと使ってみたいね、レングスとパワーだったんで、思わず購入してみました。まずね、ガイドの径が比較的大きめなものがね、装備されているのと、この先端の方までダブルフットガイドっていうことで非常に、丈夫そうな作りだなっていうのとね、あとね、これと違う番手で使ってみて、はすげえパワーだなって思ったんですけども、ハイパワー X とスパイラル X のね、ダブル使いっていうことで、まあ、こういった丈夫に作ってあるよっていう、ねじれにも強いよ、そんな感じと、あとは、ふと思った時に、お、軽っ！へぇ、こんなごついさ、今こういう風に軽いんだっていうね、そんなところが、非常に気になって買ってみました。で、パワーの方は、まあ、この手のロッド特有のね、もう、あ、ちょっとまあ、ここで持つのは怖いけどね、こういう感じで、ね、比較的強め。で、今ね、こっちでは持てないなと思ったのが、この竿ね、結構ファーストテーパーなんですよ。ね。ビッグベイトロッドって結構同調子であったり、あとはレギュラーテーパーでグイーンって曲がったりっていう竿が多いと思うんですけども、この竿に関してはね、こう、ファーストテーパー。ね。ファーストテーパー気味な長めのビッグベイトロッドだよ。ね。こんなことでね、いろいろインプレッションとか見て、あ、これはぜひ使ってみたいな。ね。だから 100g ぐらいまでのビッグベイトとか、あとはマグナムスプーンとか、あのね、一番決め手になったのが、アンブレラリグ。ね。アラバマリグなんかにもグッドだよっていうね、こういうコンセプトで開発された竿っていうことで、アラバマリグをまあ、房総のリザーバーなんかで、遠投して、それでもって、なんだろう、冬のバスどこにいるかわかんないなぁなんていう時に、広範囲にサーチする。そんな時に使いやすいんじゃないかな。今までそういった竿だと、7フィート前後のものを使っていて、実にね、使いやすくね、使っていたんですけども、いや、
もっと遠くを投げたいな、もっと探りたいな、そんな時に無理なくね、扱える竿は何かないかなーなんて思ったら、よくよくこのバンタムのですね、1711H のいろいろな歌い文句を見たらね、バッチリだなね。そんでまあ傷なんかも全然入っていないし、ね、これはいい感じじゃないかなと思って一つ購入してみました。それであとはですね、これの出しどころなんですけど、もちろんブラックバスでも使うんですけども、Cバスのちょっと大きめなルアーを投げるときに長さも相まってバヒョンって飛ばせるんじゃないかな、そこら辺でもねちょっと使ってみたいななんて思ってね、この番手選んでみました。で、つけるリールなんですけども、はい、じゃじゃーん、これね、ジーニアスプロジェクトから登場のゴライアス、これがね海でも使えるし、あとはちょっと、深みぞのスプールで太めの糸もしっかり入るよって、パワーハンドルみたいなちょっと長めになってるハンドルだよっていうことで、これがね海ブラックバス問わずね、いろいろ使いたいなっていうことで、このリールに合わせて何か新しくね、ちょうどいい竿が欲しいなと思ってね、この竿を選んでみたっていうのもあります。でね、この色の感じがゴライアスってマットなこういう落ち着いたグレーな感じなので、バンタムもね全体的にこうねグレーみたいな感じで、まああとそんなにねゴテゴテ派手な感じじゃないので、ああいいっすね、バンタムと合わせるとねゴライアスいい感じだなっていうのと、あとはねこの竿自体が非常に今持った感じもね軽快な感じなんですが、このゴライアスもね、アンダー 200g ぐらいってことで比較的軽量なリール、そんでドラグ力がね結構高いんですけども、まあ、これで合わせたら、ね、本来だったらシマノシマノだから、まあ、バンタムにバンタム合わせたり、バンタムにメタニウム合わせたりとかね、カルカッタコンクエスト DC シリーズ合わせたりっていう感じもねしっくりくると思うんですけども、ちょっとまず使ってみたいのはこのゴライアスでね行ってみようかななんて思って、で C バスなんかも想定してですね、ギア比も 8.1 っていうちょっと早めのものを手に入れたので、これでね早速ねいろいろと、試していきたいと思います。で、まあこの竿があってもう一本持ってるのがね、はい、じゃじゃーん、この竿を買う決め手になったっていうのが、その前に買っていたねこの同じくシマノのですね、バンタムシリーズの 170UH の SB っていうね、これもなんか大体重いもの投げれるよっていうね、モンスターロッドなんですけども、これのね使い心地が非常によろしかったので、これのただねこれ結構重いルアー専用みたいな感じで使っていたので、それのもうちょっと程よい感じのやつないかなっていろいろ見たら、あ、こういう機種あるんだと思ってね、こういう感じでねバンタムバンタムで2本目なんですけども、この秋はですね超重いの、それよりちょっと軽いのね、こんな感じの2本立てでですねいろいろ大きなルアー投げていこうかななんて思います。あ、並べてみるとこれ立たないんですけど、だいぶ長さもね、やっぱ7フィートと、7と11インチだから、こう並べてみるとね、だいぶ違いますね。あとまあ、リールシートの位置なんかも全然違うんですけども、まあね、この竿がね、ほんと使いやすくて軽快でお気に入りだったので、まあこれの、もうちょっと違う感じのものね、使ってみたいな。で、この機種の前は、はい、じゃじゃーん、これね、アウトサイダーね、ファンタジスタのビッグベイトロッド、アウトサイダーシリーズのですね、ちょっとこれ番手が書いてないんですけども、結構強めのやつ、ジョイクロマグナムとか使うのにね非常に軽快で、長年活躍してくれたんですけども、だいぶねくたびれてきちゃって、これのまあちょっと違った感じのね欲しいなと思って見つけたっていうのもあって、これもだいぶ長いなと思ったんですけども、若干バンタムの方が長いですね。ガイドおよそ 1.5 個分ぐらい長いので、まあこいつもね結構
何でも重いの投げれてね、非常にビッグスプーンの釣りとかね、あとアラバマの大きめのやつとかね、重宝したんですが、まあ、こんな感じでね、ちょっとシマノのバンタムシリーズ、もうちょっと硬いバンタ使って、使いやすかったんで、投げてみようかな、ね、こういう組み合わせ、ね、手に入れてみました。その他だとこれが投げて、巻くだけね、たまにちょんちょんなんてアクションが入れるけども、比較的、小技を効かせるっていうよりも泳がせるっていう使い方でね、使おうと思ったんですけども、未だに使ってて、アクションを自分から仕掛けていくっていう場合は、じゃじゃじゃーん、これね、天竜のベイブレイズっていうね、シリーズの、これが番手がですね、68のですね、まあ、ビッグベイト専用機種みたいなやつなんですけども、およそ 150g までしょえるよなんていうね、モデルなんですが、まあ、ここら辺がちょっと短めなんで、こっちはね結構、でかいペンシルベイトを、首振らしたりとか、そんな使い方とかね、あとは、ジョイクローとかを小技効かして使いたいっていう時はこの感じの、まあ、もう長さもね全然、短くなってきますけども、こんな感じでね、見えるかな、もうだいぶ長さ違いますね。こんな感じで、まあ、これもね、もちろん積んでいって使うんですけども、まあ、これには、旧型の XSDC なんていうのつけてね、使いやすくやってますが、これね、今年はですね、こんなのもね、仲間に入れたんで、いろいろね、ぶら下げて使っていきたいと思います。で、実際に今糸を通してみて、ちょっと、投げてみたいルアーをぶら下げたらどんな感じの曲がりになるのかね、そんなところも見ていきたいと思います。はい、糸を通してみました。じゃあ早速ね、ちょっとどんな感じの曲がりかなって、これは釣り具屋さんでも見ることできなかったので、いろいろね、ぶら下げて、まあちょうど壁がこんな感じなんで、竿の曲がり具合なんか見やすいんじゃないかと思うんで、見ていきたいと思います。はい、糸通してね、まだね、糸はね、本番で使う太めの糸じゃなくて細いやつなんですけど、まあ家で投げるわけではないので、いろいろ試していきたいと思います。まずね、ここら辺の具合みたいですね。エレメンツから新しく出たダビンチの大きいやつね、ここら辺をパワフルに泳がせるにあたって、どんなかいなね、まあ 100g までで使ってねっていう感じだから、ちょっとどうかな、重い感じになっちゃうのかなってところですけども、はい、あ、そうっすね、あ、ファーストテーパーっすね、ちょっと曲がるかな、これだと投げるのに少しだけ気を使うかな。ただシーバスとかで乗せ上司で使う分にはいいんじゃないかな。バットの方は全然曲がっていないのでね、先端の方が結構入るなって印象なんで、まあどちらかっていうとオリジナルサイズのダヴィンチをバヒョーンって投げるとか、そういう時にの方が使いやすいかなね。なるほどなるほど、まあ、ここら辺はちょっともう一個強い方でビシバシアクションを入れながら使っていくのでもいいかなね。ダヴィンチも大きいやつだと今みたいな感じ。あとはね、まあ、通常サイズの、まあ、ここら辺はね絶対使いやすいですよね。ジョイクロの178ね、ここら辺はもうね、ちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど、このジョイクロの178とかだったらもうドンピシャのサイズ感かな。でもやっぱりファーストテーパーなんで先端は入りますね。まあこのやつを小技を効かしてギュインギュインね、遠くに投げて泳がしてくる場合なんかは、まずもっと使いやすそうかなっていう、そんな印象があって、でね、まあ気になるところだと、そうですね、
これなんかも今年の秋使いたいなっていうね、バラムの245ね、新しく出たちょっと短いサイズのね、バラム245、これなんかはどうかな。ここら辺が心地よく使えるとすごい理想通りなんですが、どうでしょう、バラムの245で、まあやっぱファーストテーパーなんで先端を入る感じ。ただどうだろうな、俺的には乗せ上司で泳がしてくる感じの使い方だったら投げやすそうかな。やっぱバットは全然残ってるんで、バラム245なんかもね、最近出た中だとこの竿でちょっと放ってみようかな、ね、何しろちょっと、この長さを生かして遠めに入れてで泳がしてくるっていう使い方なんで、まあ人によってはもうちょっと先端残ってくれた方がいいよっていう感じかもしれないですね。あとはこれね、これもまだ釣ってないですね、今勝のなんだっけな、レプリケーターシェンロンかな、これ大きいサイズのレプリケーターですね、あのネットで売ってるやつ、レプリケーターシェンロンだとこんな感じね、投げれるは投げれるけど先端は結構グイッと入るなっていう、ちょっともしかしたらこの245前後のやつだと若干気を使いながらの使い方になるかもしれないなっていうね、印象がありますね、全然使えるんだけど持ってるんだったらもうちょっとハイパワーな竿の方がいいのかなね、以上今まずはこういう最近出たね、バラム、ダヴィンチ、レプリケーターのね、ここら辺の仲間たちだと、ちょっと先端のファーストテーパー部分が入り込むかなっていう印象で、バシバシアクションさせていきたいんだっていう人だと、もう少しパワーのあるパンテルの方がいいかなっていうふうに。で、こういった、まあ、20センチ未満の2オンスとかね、3オンスぐらいまでのビッグベイトはまず持って非常に使いやすそうだななんていう印象が今ありましたよ。ってことはこっちはもっとでっかいのが入ってるんでちょっと無理かな。まあね、ここら辺はもっと170の方で使おうと思うんですけど、尺腕ね、ここら辺はさすがにもう全然狂気よりもだいぶ重くなっちゃうから、あ、これはちょっとなきついかな。ただ竿1本しか持っていけない時とかね、こういうのもギリ投げれたらありがたいんだけど、あ、ちょっとこれはねこんな感じね、尺腕だとね、これで投げるときは相当気使うかな、ね、まあ、なんとかよっこいせでは投げれるだろうけど、でもちょっと竿の破損しちゃう恐れがあるんで、尺腕なんかはちょっとね、厳しいかなっていう、そういう雰囲気がありますね。そして、まあ、これもじゃあ無理だろうな、ね、コードネームパスコードネームバスはね、ちょっと170でもねどうかなって感じなんで、あー、これはだいぶですね、まあ、竿の曲がりね、こんぐらいのバスを釣ったらこういう曲がりになりますっていう参考にしかならないかもしれないんですけど、コードネームバスをぶら下げるとちょっと投げられないな、これは竿が危ない、壊れちゃうかもしれない。ただ見てくださいね、このバットは全然まだ曲がってません。ファーストテーパー気味な作りなんで先端はこうグイーンと曲がってるんですけども、まあ、だからこれぐらいのサイズのバスが食いついてきた、もしくは45アップぐらいのバスだったら余裕でスポーンってね抜き上げられるのかなっていう、そういうパワーはありますね。はいね、
コードネームパスはちょっとね、さすがに重いんで、ね、どうかなって思いますけども、例えば、まあ、せっかく今横にあるんで、コードネームパスとかだとね、自分が使ってるのはね、こっちですね、バンタムの 170UH の SB。これだとですね、結構快適に投げれて、実際にブラックバスもね、釣れたりしてるんですけども、まあなんだろう、こういうサイズのルアーになってくると針も必然的に大きくなってきちゃうから、ね、ちょっとパワフルなこういう専用のジャイアントベイトロッドみたいなのをね、使った方がいいと思います。まあね、この次はストロングマインドいよいよ買うかなんて思ったんですけど、そんなにねストロングなこと俺しないんで、はいね、これが、バンタムの一番ハイパワーなモデルですけども、これだとねもうほんと不安なくねパヒョーンって投げれるんでね、うん、これがですね、バンタムの 170UH の SB で、コードネームバスを、ぶら下げた感じでございますね。はいはいはい、まあこいつはねこのセットですね、うん、俺の場合は短いんで、すごい、こういう大きなルアーもね、こう、小技が効かせやすいですよね。身長が低くてもね、こう、ギッ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 って投げれるんで。はい。これはちょっと番外編ということで、本題に戻りまして、あと、ぶら下げてみ、あ、ジョイクロマグナムね。ここら辺は、でも使いたいなってとこなんで、ここら辺がちょっと柔らかい感じだと、想定と違う。あ、大丈夫か。大丈夫、大丈夫。はい。ジョイクロマグナムだとこんな感じ。ちょっと先端は入ります。ね。でも全然、投げづらいとかではない感じのところで曲がってくれるんで、ジョイクロマグナムね、専用機にしたいなと思ってたんで、これはありがたい。まあ、ただ、先端はこれぐらい入れますね。はい。で、あとは、そうですね。まあ、ジョイクロマグナムを使う竿で一緒に使いたいのが、ですね。はい。ダウンスイマーね。これ、結構ね、ビッグベイトの釣りの中では、去年なんか一番ね、活躍してくれた、ビッグベイトになるんで、ここら辺が快適に投げれると非常にありがたい。あ、余裕ですね。まあダウズスイマーもいい感じの、ただシーバス特有のじゃれつくようなバイトとね、結構身切れする魚なんで、そこをこのファーストテーパー部分のね、この曲がりがなんかいい仕事してくれそうだなっていう印象があるので、うん、想定していた、そうですね、ジョイクロのマグナム、ダウズスイマー、あと178あたりが非常にね、投げやすそうなのは非常に良かったなっていうね。そんなところかな。あとメガドックとか、メガドックはさっき言ったようにちょっと短い竿で使うのを自分は考えているので、まあただスーパードエントでなんか沖のボイル打ちたいなっていう時、うん、ちょっと表記の重さより多分ね、メガドックって 130g ぐらい確かあったから、ちょっと先端入るかな。まあ、これによってトップウォーターペンシルなんでより扱いやすいって感じるのか、もう少しやっぱ5オンスぐらいまで、6オンスとかまでショエル竿の方がいいのかっていうのは、ちょっとこれは実際に、ね、釣り場で投げてみないと何とも言えないですね。早くちょっと実況の方も行きたいんですけども、あ、でもここら辺は、あ、すんごい沖でやってるとか寝室鬼没で届かないかもしれないっていう時は、まあなんとかショエルんじゃないかななんていう風に今感じました。はい、まあそんな感じですかね。あとはビッグスプーンとか、はたまたアラバマリグとかね、それとまあ感度によっては、
ヘビーキャロライナリグの釣り、まあ、これでちょっと重めの重りで、で重めのワームつけてヘビキャロやりたいななんていう時とかにはまあバッチリなんじゃないかな。何してもこう本当ね、軽快なバランス、なんていうのかな、こう手元に重心があって、うん、こうやって押すとね、もう本当重さを、竿のこのリールとか竿の重さは感じないっていう、そんな感じのね、バランスの良さなんで、まああとはね、使ってみてっていう感じですね。はい。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、バンタムのですね、結構ね、強めの番手、1711H の SB。これを秋に向けて新しく買ってみたいって、こういった動画でした。また会おうぜ。